2016の総大賞、大村愛知県知事の陣晴れで馳せ参じました侍たちの武者揃えを行います。さあ、それではきら星のごとく揃った侍たちご紹介をしてまいります。はじめにワールド侍サミット2016の総大賞であります大村秀明愛知県知事です。本日のご来賓、スティーブン・コバチーチ中名古屋米国首席教授です。続きまして本日のご来賓、ダミアン・ドームベルギー観光局バロン・ブリュッセル日本支局長です。全国に数ある武将隊の先駆けとなり、その名を轟かす名古屋おもてなし武将隊、また徳川家康と服部半蔵忍者隊の君主でもあります徳川家康公です。さあ、そして現在矢倉の下には織田信長公、豊臣秀吉公をはじめ名古屋おもてなし武将隊の皆さんもあちらにいらっしゃいます。続きまして愛知県が誇る観光 PR 隊であり、徳川家康公を支えた服部半蔵を棟梁とする忍者で結成されました服部半蔵殿です。さあ、櫓の下には徳川家康と、そして服部半蔵忍者隊の水蓮さん、三平さんにもお越しいただいております。さあ、続きまして現代の騎士が登場してきます。東京で本格的なドイツ剣術やヨーロッパの騎士道を教えていらっしゃいます、キャッスル・ピータジュルより J ・ノイズ代表です。さあ、そして矢倉の下にはキャッスル・ピータジュルのメンバーの皆さんもいらっしゃいます。さあ、そして矢倉ステージの前に皆さんにずっと整列をしていただいておりますのは、かつて秋の国を攻め巡り450年の時空を超えて蘇った安芸広島武将隊の皆さんです。さあ、続きまして天下統一を果たし長きにわたる太平の世を築いた徳川武士団が平成の世によみがえりました、徳川家康公率いるグレート家康公青い武将隊の皆さんです。続きまして織田信長公が近世の明け物を開くきっかけとなった桶狭間の戦いに向かった城清洲城より馳せ参じた柴田勝家率いる清洲城武将隊きらめき組くのいちダッシュの皆さんです。続いて愛知県古樹研究会の皆さんです。
タリアジアを盛り上げ隊の皆さんです。続いて清須城信長織田家家臣団天下布武の皆さんです。続いて清須甲冑工房の皆さんです。続いて犬山甲冑製作同好会の皆さんです。続いて甲冑を手作りし、さまざまなイベントへのサポートを行っております愛知手作り甲冑工房の皆さんです。そして今日は名古屋大学の留学生の皆さんも一緒に参加くださっております。そしてその他にも今日は多くの甲冑隊の皆さんにもご参加いただいておりますので、よろしくお願いします。さあ、以上そうそうたる甲冑さんの皆さん方です。そして最後にご紹介するのは愛知県観光 PR キャラクターのひでっちです。ひでっち、今ちょうど皆さんから向かって左手の方にいますけれども、はい、ひでっちですね。よろしくお願いします。それでは共同たる武者の皆さんの武者揃いをご紹介しましたが、これからはワールドサムライサミット総大将として大村知事に出陣の勝ち時を挙げていただきたいと思うんですが、その前に家康さん、ちょっと説明をお願いしてもよろしいでしょうか。任せよ。さあ、おのおの方、れきれき方、私も分かったの分かり申された。ではよろしくお頼み申す知事殿。はい、それでは者ども出陣じゃ。獲得をあげよう。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー。ありがとうございました。ご登壇いただいている武者の皆様、どうぞ隊列へお戻りください。